液体ミルクがメーカーの想定以上に売れています。液体ミルクは粉ミルクと比べてお湯に溶かして温度を調節するなどの手間がかからず、哺乳瓶に移し替えるだけで乳児に飲ませることができます。今年3月以降に全国の店頭に並びましたが、江崎グリコでは当初予測の3倍以上の売り上げに、明治では当初計画のおよそ2倍の出荷となっています。 取り扱うお店も当初のドラッグストアからスーパーや駅の売店などに広がっているということです両者とも育児の負担軽減を求めるニーズにあったのではないかと分析しています